いやでもあの、急ぐタイミングじゃなくて、相手近くいる中で、くさび入れられる2列目の選手もきついと思うよ。いやー、古橋原口なんだ。何もわかってねえな。<laughs> マジ何もわかってねえわ。なんでうまくいってないか。ただフレッシュするだけじゃん、サイドの選手。かまだ1列下げるとかだったらまだわかるけどね。多分しないよね。いや、ありがちなんですよね。海外のファンでもそうだけど、クーマンとかもそうだけどさ。 この質が悪いみたいなさフレッシュ交代なだけだもんなここも大阪,大阪は一人で走り回ってるけどいやほんとなましてこれでもうねスペースあるうちにスピードでみたいなそうこうこれがゆ唯一のチャンス <laughs> <laughs> なんで日本の方が弱いみたいなサッカーやってんだろうね。あ、エラールン・ポコマルさん、一時期モ田タが定着して機能してたのが思い出して、突如、柴崎が復帰して、案の定、機能しないのを <laughs> の破壊される。ね、もう理由は明白なんだけどね。いや、柴崎、奥って言ってるけどな。柴崎が降りてってから奥って言うんだよ。そうすると、柴崎が人を1人引きつけるから、奥にももっとスペースができるんだよね。 で人が来なかったら柴崎はそこで前向けばいいからでもこの辺もちょっと録音ガっぽいですよねあの人に指示する前に自分で動いてほしいっていういや佐野と南普通にそのまんま変えただけだもんなうわーうマジでこれこれでねもしろこの2人が得点取って交代的中言われるの絶対カウンターからたまたま入るみたいなたまたまというかきちい びびれやぜまあね、まあ、この監督だとそれもありますね。まあ、人の問題じゃないですけどね。それも一理ある。これあれかな原口が多分左だよね古橋、でも古橋左いる。原口右原口右ですかワールドカップでもカウンターみたいなとこだけ点取ったんだ。 あのフラッシュサイド自体が悪くないっていうのはまあ前も話したやつなんで、あれですけどね。マジで選手それぞれの1つできてないね。なんで <laughs>、原口、絶対見に合わないよね、今のプレーの選択とか見ても。大阪の動き、絶対見てなかったもんな。